今日はですねハウスクリーニングの作業に来させていただきました。でこのハウスクリーニングっていうのは住んではる家のですね、作業とは全く違いまして、賃貸物件のですね退去された後のお掃除ですね、退去後のお掃除、それをカボールではハウスクリーニングと呼んでるんですけど、その作業の方に来させていただきました。でこのハウスクリーニングっていうのは従来の、お掃除とは全く別物、考え方というか目的が全く違いまして、普通の、ね日常清掃であるとか定期清掃でさせていただくのは美観の回復であったり維持であったりとか、汚れたものをただ単にきれいにするっていうだけで済むんですけど、このハウスクリーニングの目的っていうのは、前に住んでらっしゃった方の気配を消すっていうところですね。空室を見に来られた内覧の方が住みたいなと思わせられるようにできるかっていうところがミソになってきますので、従来の感覚とは全く違ってきます。でまた、その作業汚れの発見能力ですかね、そこも高らないとダメですし、あと汚れの解決能力、今ある汚れをすぐどんな、汚れであってもすぐ取るというような、長年住まれてるとね、住んでらっしゃる方にもよるんですけど、何年間も放置された汚れが普通についてますので、それを短時間でいかに安全に取り切るかっていう部分が必要になってきます。でカボールの場合はこのハウスクリーニングをやったらどうですかっていうふうにいろんなフランチャイズオーナーさんに勧めています。っていうのはなぜかっていうと、さっき言いましたように汚れ解決能力、汚れ発見能力等々が高くなれば、普段の日常清掃の精度スピードが上がってきますので、より生産性の高いお掃除になるっていうところで、技術は高くなる、日常清掃の生産性が上がる、いいことずくめなんじゃないかなと思っております、はい、まずは電源が切れてますのでブレーカーを探して、ブレーカーを上げて電気が通るようにしてあげます。あとは一応ですけど水が通るかどうかの確認ですね。それとあと汚れを探していきます。ただこういった退去された後、壁紙であるとかいろんなところがリフォームされている可能性があるので、その場合はその不備ですね、剥がれとかそんなの見つけて報告することも必要なんですけど、作業中に汚さない、最後に入りますのでこのハウスクリーニングが汚さないというのが一番重要になってきます。ポイントとなるのは大体水回りですね。こういった換気扇等のこういった中の白っこファンなんです。こういったファンも汚ければ当然、掃除の対象になってきます。水垢、湯垢、そういったものも全部取り切らないとダメですね。こういったよくあるようなこれ鱗って呼ばれてるやつですね。水のカルシウム分がマグネシウム分であるとか、そういった分が、付着してる分ですね。そういったのが鏡にもついてます。こういったのも取ってあげます。外に水源がないので洗濯板です。洗濯機用の水道を使います。その時に必要なのがこういったアタッチメントですね。まず漬け込みっていうのをやります。ハウスクリーニングはいかに短時間できれいにするかっていうところが重要になってきますので、ケミカルにいかに仕事をさせてあげるか、物理的に汚れ取るっていうのは極力やらない方が安全ですし早いので、こういったような水回りのものっていうのは大体がこうアルカリ系の汚れがついてますので、いちいちこすると、時間のロスになりますから、そういったものは全て漬け込みます。つけ置き洗いみたいなもんですね。あとすするだけで大丈夫の場合もあるし、それでも残ってるやつもこすればもう大体ケミカルに反応してますんで、汚れがちょっと軽くこするだけで取れるようなレベルになります。水回りの場合はよいしょ、次亜塩素酸ナトリウムですね。カビキラーの原材料と同じです。大体こういったのは原液で使うんですけど、原液使うほどではないので、これぐらい多分いけると思います。さすがにこれはべちゃべちゃです。油できれいほうですね。このシロッコファンが油でが溜まってるとすごい作業に時間かかっちゃうんで、よし、じゃあこの辺のやつも漬け込みます。これは、こういった食用油用のケミカルを使います。ここに漬け込みます。ただ気をつけないとダメなのは、アルミはですね、アルカリで腐食したりしますので、強アルカリのケミカルですんで、ものによって漬け込みすぎると、ちょっと表面を焼いちゃったりすることがあるので、その辺は要注意ですね。まあ、本来と普通ならここに五徳であるとか、いろんなそのなんていうのコンロ周りのもつけ込みます。今日は油汚れがこれだけなんで、もう大体漬け込みが終われば、あとはもうどっからやってもいいんですけど、僕の場合は、まずベランダとガラスからやります。暗なってきたりすると、そのガラスの掃除ができないんで分からなくなるんで、明るいうちにやるようにしてます。サッシと網戸をやるんですけど、当然前の住民の気配を消すんで、こういったレールであるとか、こういった隅々まで汚れを取ってあげる必要があります。はい、落ちました。外れます。これ結構重たいんで、腕だけでやると大変です。特にはめるとき、腰全体で上げる感じですかね。こんな感じです。ちょうど交差するところがむっちゃ汚いです。こういったところに洗剤使わなあかんような汚れっていうのはもうほとんどついてないんで。ほとんどが粉塵とかなんで、これで綺麗になります。ならない場合は使えばいいんですけど、ここが何て言うのかな、汚れ発見能力と同時にその汚れを解決能力っていうんですか、汚れを見てそれは何で落ちるのかっていうのをすぐ判断できるかどうかってことですね。汚れの種類によってやり方を変える。サッシだからこの方法っていう意味ではないです。この方法で取れるからこの方法を使っただけです。あとはこの周りなんですけど、こうやって大体僕はこのほこり粉塵しかないレベルやったらタオルで拭き上げます。OK、 じゃあ次網戸洗おうかな。今みたいに違う方法でやるとすぐ解決するんですけど、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。